今回力を入れたのは水の表現ですね。水を CG で作ることってなかなか難しくて、それを全部そのストーリーの中に注ぎ込んでるんで、今まで見たことないゴジラのシーンになってると思うんで、楽しんでもらいたいなと思ってます。